おはようございます。アイキシでございます。昨日はですね、能登半島ツーリングで、今現在輪島に、まあ昨日から輪島に、宿泊をしておりました。それで、ちょっと連れとはですね、別行動をしまして、私は能登島に行ってそのまま帰ると。ちょっと天候がちょっと怪しいので、帰ることにしました。で、今現在ですね、こちらの朝市ですか、朝市通りで今、まあ、皆さん朝市の準備をしておられますけれども、今そこをバイクで、通っております。すみません。迷惑ですね。まもなく右方向です。通過しました。昨日のですね、千枚田はですね、すごかったです。白米千枚田、まあイルミネーションが4色に、30分ごとに変わるんですね。ピンク、ブルー、それから何色でしょう、あとはちょっと見れませんでしたけども、ほんの20分ぐらいです、見れたのは。バスの時間がありまして、で、今日はですね、まあ、先ほども言いましたけども、能登島に今現在向かっております。能登島はですね、ちょっと橋を渡ってみたくて、まあだいたい島の中央ぐらいにですか、道の駅能登島っていう道の駅があるようなんですけれども、まあ、記念にそこで、道の駅のスタンプ帳を買って帰ろうと、スタンプをして、まあ、そういうふうに、計画しております。また来たいですね、この能登半島輪島。この能登半島にはですね、道の駅が18箇所もあるんですよ、この小さな半島に。まあ、小さな半島は、まあ、大きな半島なんですけれども、18箇所もあります。愛知県が17箇所なんですね。愛知県よりも多いですね。まあ、いつかまた来て、道の駅周りをやりたいと、まあ、こういうふうに思っております。なんか道路濡れてますね。夜露で濡れてるわけじゃないですよね。それではですね、能登島近くになりましたら、またビデオを撮ってまいりたいと思います。それでは。
さあ、道の駅のとじまはお休みか、まだオープン時間じゃないのか知りませんが、もう9時だから多分お休みなんでしょう。やってませんので帰ります。こっちでいいのかな、方向。違うな、方向が違います。いや、能登島さようならとか言いまして、まだちょっとありますけれども、今度は新しい橋渡らなきゃいけないですね。ちょっと後でできたと、まあ、こういうふうに、旅館の中井さんが言っておられました。あれ、あ、そうか、これをこれ上に上がってきたんだ。どっち行ったっていいんじゃないのかい。右折です。いいですね、こういうもうすぐそこ、道路の下すぐ海ですよ、ね、満潮でしょうか。この辺りはですね、なんかキャンプ場があるそうですよ。先ほどあのトライクの方が今日はキャンプをやってもう帰るところだと、まあ、こういうふうにおっしゃってましたけども、古希だというふうに言っておられました。新潟県の長岡市に在住と。もう少し行くとまた海沿いの道を走ります。あ、見えてきましたね、また海が。ここからですね、組っていうんですか、バス停があります。ちっちゃな島がありますね。ナビにもちっちゃな島が出ております。あれが能登の軍艦島っていう島なんでしょうか。あ、ここが能登島大橋ですね。おお、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 ビューティフル。
いいじゃないですか。歩道もついてるんですね、この道路。能登半島というのは本当に断崖絶壁が多いですよね。さあこれで能登島とも本当にさようならです。さようなら能登島。能登島を過ぎればですね、もう根元の辺ですか、能登半島。そうでもないか、もうちょっとですかね。結局道の駅でスタンプ帳を買うことはできませんでした。まあ次回来た時に買って、スタンプラリーやりましょう。それではですね、能登半島もこれで、終わりですので。今回のツーリングは終わりとします。終了といたします。皆さんご視聴ありがとうございました。